いよいよ最後の会談です。令和会談雨月の章より亜美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、ここまで2本聞いていただきまして、まあね、合宿だったり学校だったりって割と身近だったりするんでね、ちょっとね怖い部分はあったんじゃないかなと思うんです。でもまあ、うん、この先ね、いろいろ、まあ、これから、じゃあ例えばそうですね、お仕事が増えるとか免許取るとかになって、それこそね、自分が免許取らなくても友達が免許なんか取ったりすると、車で出かけたりする範囲が広がるってすごい楽しいと思うんですよ。そういうところにもね、恐怖は潜んでたりするっていう話なんですけども、この話ね、とある本当に免許取り立ての若い女性の方から聞かせていただいたんですけども、せっかくなんでっていうことで、友達の女の子から夜景を見に行こうって提案されたんですよね。やっぱりね、もともと学生時代には車の運転とかできなかったけど、いざ卒業して車を運転できるってなったら行きたいところ行きたいじゃないですか。そんな中で友達から、夜景の綺麗なところとか行ってみないかって提案されたら、ああそれいいねっていうことで、女二人で行くっていう機会があったんですよね。で、とある山なんですけども、ここを頂上の方まで行くとすごく綺麗に夜景が見えるんですよね。で、星空も綺麗なんで、そこを目指して、じゃあ山道走ろうかってなったんですよね。いざ車で走るんですけども、まあ、自分で運転するのは初めてでも、まあ、これまでに何度も通ったことあるんですよね。それこそ年上の人に連れてってもらったことあれば、親に連れてってもらったこともあって、通ったことある道なんで、まあ、言ったら一本道なんですよ、上までね。で、途中麓の方に降りる道はあるんですけども、ほとんど一本道なんで、まあ、迷うこともなく、なのでカーナビついてますけど、目的地にセットしなくても大体わかるんですよね。なのでセットもせずに、そのままその山道に差し掛かったんです。で、もう夜結構遅い時間に行ったもんで、山道に入ると街灯が全然ないんですよ。なので真っ暗なんです。でも車なんでね、ライトをパッとつければ前が明るいんですけども、でもライトつけてもね、数百メートル向こうぐらいまでしか見えないんで、それ以外がもうずっと真っ暗な中走るっていうのは、まあ、なんとなく怖いといえば怖いじゃないですか。で、女2人で助手席に友達乗せてこう運転してるんですよね。で、せっかくなんでいろんな話とかしながら、うーって走ってると、真っ暗の中自分たちのライトだけを頼りに前に走ってる最中に、急にカーナビが200メートル先右ですって言ったんですよ。と思って、まずカーナビセットしてないんです。あれ、急にカーナビ喋ったな、それにここ一本道だよな、ちょっと何これ気持ち悪い、何こういう周りが真っ暗な時にこういうこと起きるの嫌だよね、なんて言って、うん、気持ち悪いね、なんだろうね、なんて言ってると、そのままやっぱ走ってるんで、そのままプン、100メートル先右ですって、おそらくさっきより100メートル走ったんでしょうね。さっき200だったのが100になるんですよ。で、うんってなって、まもなく右ですみたいなこと言われるんですよ。何これ、すごい喋る、カーナビセットしてないのになんで喋るんだろうね、なんて言いながらも、うんってなると、目的地に到着しましたって言われたんです。え？と思ったんで、とりあえず、まあ、道路ですけど車止めたんです。なんでここ右に道なんかないよね、なんて言って、とりあえず窓スーッと開けて、右を見ようにも真っ暗なわけですよ。なので持っていたスマホのライトをパッてつけて、ライトがパーってついた状態のこのスマホを右の方に向けたら、お墓があったんですよ。これがすごい古いお墓で、手入れもされてないようなお墓がそこにあるわけですよ。ちょっと待って、これに向けてカーナビが200メートル先、100メートル先って言ってたの。目的地ここって言うけど、私たちここ目的地じゃないよねって。そうだねって。でもなんでここで止められるの、うわ気持ち悪いと思ったんで、とりあえずアクセルブーンってやると車進むじゃないですか。そのふもとの方まで降りようと思って、頂上まで行くのやめよう、ふもとまで降りようと思って、うーんってアクセル踏むんですけど、ずっとカーナビが U ターンしてください、 U ターンしてください、さっきのところに戻そうとするんですよ。 U ターンしてください、 U ターンしてください、 U ターンしてください、 U ターンしてくださいってずっと言うんで、なんでさっきのお墓のところに戻らなきゃいけないの、いやだいやだいやだと思った。 U ターンしてください、 U ターンしてくださいって言われながら、結構ふもとの方まで来たんですよね。山がもうすぐ終わる、あ、もうすぐ向こうの方には街が見えてくるぞ、あ、よかったと思って、なんとなく、まあ、気が紛れてきた頃にはカーナビが喋れなくなったんで、あ、よかったと思って、もうあまりに怖かったんで、一回車を止めて、あ、向こうに街の明かりが見える、あ、よかった、怖かった、あれ一体何だったんだろうと思って、まあ、暗い中ですけどもね、車止めて、結構あそこから離れたから、もう大丈夫だよねって友達の方をパッて見ると、友達泣いてるんですよ。え、なんで泣いてんのと思うと、友達がうーって見ながら、あーあーって指さしてるんですよね。えっと思って、友達が指してる指の先ってこの辺なんですよ。運転してる自分のここ指さしてる、一体何と思って、
そのまま友達見てなんで泣いてんのと思いながらその自分の視線を自分の股のところにスーッと下ろしていったんですよね。下ろしていくと真っ暗の車内ですよ。真っ暗の車内、自分のこの開けてるこの膝と膝の間の下のところ分かりますかね。暗いじゃないですか。そこからおじいさんがスーッと顔を出してまたおいでって言った。それ見てあまりに怖かったという、もしかしたらあのお墓のおじいさんなのかなというお話です。よくさテレビとかの怖い話って山とかドライブしてる時に来る、そういうところってやっぱ多いんですか。多いんだと思いますよ。やっぱり人里離れてるんで。あとはそういう現象が多いのか、もしくは都会ってね人がうわーっていっぱいいるから、そこに歩いてる人座ってる人みんなが生きてるって証明できないじゃないですか。紛れてる可能性ありますよね。街中に、はい、でも山って本当に人気がないからポツンといたらもう分かっちゃいますよね。だから発見しやすいってのもあるかもしれないですし、はい、そしたらもう街中にもしかしたら見えてる人ももしかしたら幽霊かもしれない。だからもう全然あれですよ。それこそ、まあ、繁華街の名前を伏せますけど、この話もちょうど書いたんですけど、あの若い女性の方があの家に帰ろうと思って繁華街歩いてたら目の前でナンパしてるっぽい男の人がいたから、いろんな人に声かけてるなと思って、一応自分女性だからやだなと思ってたら近づいてったら声かけてるのが、僕のこと見えますか見えますかっていろんな人に声かけてる人がいた、はい、でその人ナンパじゃなくて見える人を探してた人で、でもみんな素通りなんですよ。でも素通りしてる中自分じゃない他の人がキャーって言って逃げたんですよ。そしたらその男の人、あなた見えてるんですね見えてるんですねってその人追いかけてったらしいんですよ。で追いかけてったと思って自分も気になるからその人たちの方行ったらもういなくて、あ曲がった先でどっか行っちゃったのかなと思って、ああそっか大丈夫だったのかなあの女の人って思いながら振り返ったら、さっきナンパしようとしてたその男の人が目の前にいて、あなたも見えてますよねって言ってきたって話があるんですけど、そんな感じで当たり前のように繁華街に自分を見える人を探している人がいるんですよ。なので、まあ、山奥もそうですし、全然あの遠い世界の話じゃないっていう話ですよね。じゃあ実際会ってて素通りしてるかもしれない。そういうことなんですよ。じゃあもう実際も接触してるかもしれない。そうなんですよ。怖っ。願ってる。願う。怖っ。皆さん、亜美さんの怪談はいかがでしたか。令和怪談、雨月の章、大好評発売中です。それでは、はい、亜美さんから一言お願いします、はいはい。令和怪談はですね、実際に僕のところに寄せられた実体験をもとに作らせていただいておりますので、結構皆さんの日常のすぐそばで起こることなんじゃないかと思います。そういった中でも厳選した非常に面白いエピソードばかりが詰め込まれておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは清水かほのおすすめ本を読んでみよう夏の特別編はここまで。バイバーイ。